蒼月の章、水雨の説、探検の誓い。アンバル市街にて帝国軍を粉砕した王国軍は、エーデルガルトの夜宮城へと攻めかかる。待ち受けていたのは、禍々しくその姿を変えた破壊エーデルガルトだった。市街の軍は壊滅した。彼女を撃てばこの戦争は終わる。だが彼女はあくまでも最後まで戦い続けるつもりなのだろう。この結末が彼女の選択だというのなら、俺にはそれに応えてやる義務がある。そうだよな、アドラステアの皇帝よ。俺たちは憎み合い、喰らい合うしかない。そういう運命のもとに生まれたんだ。だから俺はこの槍で彼女の意志に応えよう。あなたの命は必ず守ります。生きて帰りましょう、陛下。ここで王が倒れては父や兄の死の意味が失われようというものだな。ロナート様、兄さん、みんな、僕は絶対に負けません。ま、こんなところで死のうもんなら兄上にも申し訳が立たないしな。先生、リミトリ、みんな大丈夫よ、きっと勝てるわ。どんな相手だろうと私は絶対ひるんだりしない。この戦いで命を落としていった人々のために負けるわけにはいきません。ああ、行こう、最後の戦いだ。来たか、我が歩みは何人かにか止められない。戦いの終わりはどちらかの滅び、世界の王はたった一人なのだから。エーデルガルトは玉座の間だろう。一気に攻め上り型をつけたいところだが、周囲の敵にも気を配らねばならないな。あの魔導士たち、帝国軍の兵装ではないような。我らの大望、獣どもに阻まれてなるものか。君の負けだ、エーデルガルト。エル。
歴史は時のよすがをたどり、フォドラの大地に新たな炎が灯される。帝都アンバルが陥落し、アドラステア帝国は滅亡した。ここに5年半に及んだ戦乱は収束し、次なる時代が幕を開けたのである。フォドラはファーガス神聖王国の名のもとに統一され、セーロス聖教会は帝都から救出されたレアの大司教引退に伴い、運営組織の再編が進められた。ディミトリはファーガス神聖王国の王座を正式に継ぎ、旧帝国領、旧同盟領の諸侯をもまとめて新たな治世に踏み出す。弱者が虐げられることのない太平の世を目指し、聖道を歩む国王を支えたのは聖教会の新たなる大司教だったという。先生、私はい、私の力、紋章の力が失われたのを感じます。これで私の体は、でもありがとう先生、もしダメでもいいんです。わずかでも未来に希望が持てるなら、それだけで生きていけます。それに私を助けるために一生懸命方法を調べてくれた先生のその気持ちが嬉しくて、今はそれだけで幸せなんです。爵位は継ぎません。コーデリア家は父の代で終わりです。この後は家の解体に向けた準備を進めるつもりです。領内の人々が困らないように、そして父と母が穏やかに暮らせるように。え、その後ですか。その後は、もしもその後もまだ私の命があるのなら、戻ってきてもいいですか先生のそばに。紋章の力を失った私が先生のために何ができるのかは分かりません。でも先生がくれた命を先生のために使いたいんです。だからいいって言いましたけど、撤回してもいいですか。私ずっと先生やみんなが作る未来に自分はいないんだと諦めていました。だけどやっぱりそんなの嫌です。絶対に嫌。私死にたくありません。絶対に死にません。必ず先生の元に戻ってきますから。だから一緒に。はい、私たちこれからもずっとずっと一緒です。